感想麻婆チャンネル。今回はお庭のガーデニングを皆様方にビフォーアフターお届けします。ガーデニングアートのプロの先生にお願いしました園田秀則さんに、今日はですねお家の庭をきれいにアートしてもらいます。それではビフォーアフターお届けします。どうぞ。今回はガーデニングアートをお届けします。庭園管理士の園田秀則さんです。今一生懸命お庭の方をアートしてくださってます。こちらの方はまだまだ庭がですね、非常に私がですね一人でやってもなかなか思うようにいかず、こんな状態になってしまいました。そこでこんな状態をプロが手掛けるとどんな風になるか、素晴らしいものになってお庭がまたにっこりと輝いてくれるんではないでしょうか。ありがとうございます、ね、風は吹くし、もう大変な状態の今日一日でございます。すごい風です。ビフォーアフター、ね、うわーおうわー、こんなに立派になりました。もう、うわー、すごいな。やっぱりプロがするとまさしく、うわー、あれだけやんかぶってたのがすごいですね。まあこの辺もほら、いやいやいや、ありがとうございます。やっぱりアートですね。玄関が見違えるようになりました。本当にありがとうございます。まあ、パリッと20歳に帰りました。ありがとうございました。いいえ、こちらこそ。これから私はこの庭をどうしたらいいですか。やっぱり1年に1回きちんと頼んでいただければ。あ、1
1年に1回は手入れをしなきゃいけない、はい、もうそう言わずに3ヶ月1回ずつお願いします。できればな本前、はい、梅雨明けぐらいまでに1回1回と、10月11月以降の休眠期ですね、はあ、庭木の休眠期に、はい、お手入れを、はあ、それと春先までずっとキープしますので、はい、平常、はい、これからまた手入れを していけばいくほど庭がどんどん若返ってきれいになっていくと、はい、なっていきます。今日は本当にお世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。